最近、はい、俺、はい、唐揚げ食べてる昨日も唐揚げ食べたマジっすか、すごくないっすか花井くんなんかある僕ですか、あのこれほんと すんごいあのめちゃくちゃすごいことだと思うんですけど、朝起きるじゃないですか、起きるね、歯磨くすごいよ、いやだってしない人もいるもんね、ですよね、いろいろ夜だけにでもエチケットって大切だもんね、そうなんですよ、ね、確かにそう、あだからそれやんないと一日始まんないっていうか、それでは俺なんかマジっすか、絶対花井くんとかやってないんじゃないかな、マジトイレに行くすげえ、しかも大体一日2回すげえ大きいのが出る、うわーそれはすごいわー、な2回ですか、僕2回、1日2回出る、2回出る、僕が最後にしたの4年前ですよすげえわ下野さん病院行くか、あのもうほんと食ってないからね、そうっすね、そうだねこれちょっと今回テイストが違いましたねちょっと今あのなんて言うかな、改めて言うことじゃないけど、はい、今すげえ反省してるあでもノーカットだからきっとあでもねしょうがないっすよ、故に反省してるって言っておくさあこれでねまた一つ鬼に詳しくなりましたし、下野さんのねそういう事情にもね詳しくなりましたね、次回はどんなことが逆飛び出すんでしょうか、本編終了後のコソコソ話にご期待ください、下ネタだよ、それではお時間です